感想スポルダスビデオの超マッチョさっきボリビューだっちゃけ遠い107センチだってよすげえな顔がねさあ武家もビビるだっちゃけお金で買ってみようかしらあの体燃えろ中受けすみ爆竹の2作品に出演のビルダーですが吉祥もうあるなそして死ね間違ってたらごめんなさい中野じじいに毎日夕方頃に来てるホスト級の人だわよねちらっと見えた髪型下半身全く取れなしたいけドンピシャなのよねキモくて嫌いだわさあ不敬ボディビルダータクヤ今日明日ビデオ撮影するってスケジュールに書いてたけどまた出るのね顔見えるかしら体はできるけど顔がねどうなのかしら終始モザイクなら出てもいいけどあの顔で出ないでちょうだい新人のシュンってあったの行く久し最高シュンって行く久しなの私の好みな体型だから指名しようと思ったのに本当かな本当だから嫌だ今度違う子指名した時に確かめてみよっと10歳40歳くらいに見えるのだな事務系シュン1顔星2つサーサー系が売りなのだな輪郭もパーツも大きく微妙2体星2つ確かにないので筋はすごいな足は細くてバランスがいまいち口臭と脇がば気になる3チンジ星3つやや大きめだが火星人完全白いタレは着用4接客態度星4つ人懐っこいけどちょっと足りなそう5サービス星4つサービス精神はかなり旺盛な方かなり大抵のことは何でもしてくれる下に残すトレも可能6余談個室はかなり古めで昔の独身寮を転用した感じ内装は努力はしてると思う床は一部弱っていて赤テープでバッチリしまつけられていたマネージャーの対応は良好だった指示のくせに必死になって腹引っ込めてるのが痛い挙句にジジイのくせにテクナして客に奉仕を求める姿勢にびっくり見えないけどなんか掛け持ち悪そう多分だけど事務系の旬だと思う指名したことはないが偽のファイルで顔写真見たことある現代人っぽくないというか大昔に生息していた北京原人みたいでしたみそじ直前でこんなになっとらじゃ肌きたらそう皮膚がんの恐れはないのかな服装が恐ろしくださいセミロンって年でもないし体はいいよな顔はダメそうだけど確実に受けっぽいし髪型も最悪夏しか波乗りしないサオサオはサファーではないな捨てでもやっているのでしかねあの地区ではてか肌がぷよってたあんなダルな体つきで冗談きつい最悪なのテクナシだったこと AV 男優の南よしえにそっくりよね南がいける人なら大満足じゃない体は南よりマッチョだしね南よしえには全く似てませんおねえマッチョにありがちな胸だけ鍛えてるキモいカーナです悪い顔はジジイだったショックで勃起しなかった俺のチンコジジイって言うたシワシワだったこの人は生砂糖掲示板でも呼びが出てたから陽気だよねきっと南をシアみたいで泣いたあの髪型は何ギャラリーで顔出してるけど顔出さない方が一連さんの客を問えるのにねそういう意味では良心的顔を見たら二度目はないだろうけどとにかくセックスへ出たくそ金払ってそうしたなるでお姉でキモかった真正面から顔が見える画像撤去したね客が減ったんだろうねあら上がる時サイトなのではガルガな表現はできませんというのはいざ指名した時にフェアしてくれなかったとかバックタッチしてくれなかったと批判された時にそんなことホームページも書いてませんよというための言い訳ら実際手抜きだったし腹も出てたし特に腹が出てたのがショック表金らしいものが母乳に見える
カマオ姉妹の嘘父みたいでどうかと思う。鍛えるなら腕もちゃんと鍛えないとね。体ぬるいし顔ブス、早くまともに働くべきだよ。セックスで稼げる人じゃない。顔シワシワで、ある意味びっくり。顔はジジイで40過ぎに見える。最悪でした。この人無理やりブスラを歴史されてキモかったので帰ってもらったよ。俺的には大衆がきつかった。背が低いのもマイナスポイント。体はまあまあだけどバランスが悪い気がする。確かに年は言ってるけど必死になって頑張ってる感が痛々しい。大したテクもないし、マザーがお金払ってまでやるほどじゃないかな。ブログ言うんだけど派手にやっちゃってるみたいだけど動機大丈夫なのかね。それとも妄想日記。本当はバレエ系、女みたいにあんあん泣くのが気ま。今さらマジレスすることもないけど最悪だった。薬やってるのかな。決めてるんだろプレオみたいなことを言われてドン引き。頭悪そうだし、筋肉の腕とか触るとブヨブヨで全然鍛えてるっていう感じじゃないんだよ。あれは何なんだろう。ぱっくりした。もう指名しない。本当に今さら拓也の頭がおかしいのは有名な話でーす。割たち2割引きはありがたいが、ガバガバかな。ガバガバどころかスカスカ。ゲイの末路。十兆量リピーター1割引き、年下1割引き、割り立ち2割引き、60と1万3000円、90と1万6000円、120と1万9000円、延長30分3000円、つって22日から9時2万9000円、交通費とない1000円、家計でフラレス横浜など、首都高の県内は2000円、内容、出張時の服装、下着の種類などご指定ください。予約以来の問い合わせは旧ランドイからお願いします。デート料金14時から22時限定、デート飲みはリピーター限定、2時間4000円、拡張オプション、お客様が複数、無料拓也の射精3000円。 SM コース拓也のソフトメイク風景、痛みのないもの無料、拓也のハードエイト風景、無地ロ速フィスト実測筋トレ拷問と隠し靴を伴うもの5000円、タクヤレス3000円、 SM 道具は無機ロ速ロークテカセコーダセハーネス首ワークスコテジョハリアタなどあります。使用料無料ですのでご指定ください。遠方料金、東京からの往復交通費、クラスオフ予得時間加減1000円を事前振込、貸し切り料金24時間5万5000円、この動画は